演武開演。どうも、本日はこちらローソンのよもぎ香る草もち粒あんを食べたいと思います。シンプルですが、それゆえに美しいな。そうです。では、いただきます。はい、しっかり感じましたよ。シンプルなよもぎあんではなく、よもぎ餅を噛むと中からさっぱりとした甘さのあんこが口中に広がります。よもぎの風味も効いていて、とっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。